お疲れ様です。加藤です。今回は私が手帳タイムをするときにあってよかったなって思ったものを紹介していけたらなと思っております。手帳上級者の方とかね、もうそういった方からすると当たり前だよっていうもの結構多いと思うんですけれど、私と同じような肌感覚の人とかだったり、そういった人に刺さったらいいなと思って、はい、なのでまあ、BGM 感覚でお聞きいただいたり見ていただけますと嬉しいです。まず最初はですね、スタンプマルシェさんで販売している、スタンプのセットですね、こちらなんですけど、これね、この1年で一番多かったかもしれない。その私がよく使っているのはこちらのね、この体のスタンプなんですけど、これがね、どこで販売してますかとか、どこで買ってますかっていう質問めちゃくちゃ多かった気がします。はい、なので改めて紹介させていただけたらと思うんですけど、私がこのほぼ日ですね、体調ログとして書いているほぼ日 e-meeting room っていうサードチャンネル見てくださってる方はご存知かもしれないんですけど、今朝もこういう風に体調、体のこととかね、あと食べたものとかそういったものをメモしているので使っているんですけど、そのここに押している体スタンプ、はい、こちらはね、その先ほども言ったスタンプマルシェさんで購入できます。で、私が買ったのはこういったセットになっているものですね。で、体スタンプがね、出現率を送ってよく目立ってるんですけど、最近はね、この体スタンプとあと睡眠を書くための時間が書けるやつですね、こちら、このタイプ、まあ、こっちに書いてるか、はい、こっちに押して書いてるやつなんですけど、これをよく使います、このスタンプセットの中では。っていうかほぼこれしか使ってない今のところは。また自分のその生活の変化とかによってここら辺も使えたらいいなと思うんですけど、まあとりあえずこことここ使ってるなって感じで、この睡眠のスタンプなんですけど、ここに H って書いてるでしょ。私ポケモンスリープでその睡眠の記録っていうのをしているんで、それだと何時間何分まで出てくれるんですよね、ポケモンスリープだと。ってなるとこの H がね、絶妙にね、書ききれなくって邪魔になっちゃって、そう。なので、ここの H は私はね、ああ、見えるかな、うっすらと。削いじゃいました、カッターで。そう、もう使わないと思って、H はいらないと思って、削いじゃって。まあ、これ自己責任ですけど、自分でね、やるかやらないかは決めるとして。まあ、そういった感じでも使えて、で、今は、まあ、私、文字がちっちゃいからっていうのはあるんですけど、こんな感じで書いてるので、まあ、そういった感じで、こちらのね、スタンプたち使っています。で、まあ、睡眠とかわざわざこういう風に押して書かなくてもいいよとかっていう人、この体のスタンプだけが欲しいんだよっていう人はね、実はスタンプマルシェさんではこの体スタンプだけっていうのもオーダーメイドできて、販売しているそうです。何をオーダーメイドするかっていうと、ここねセットで売ってるやつだとこの文字がね、書かれてる字が固定されてるんですよ。これだったら上から頭、肩、胃、腹、腰、で足、他って書いてるんですけど、例えば体調管理なんで日頃から頭痛するなとか、肩こりするなとか、胃がムカムカするなとか、胃もたれするなとか、腹痛が多いなとか、そういった感じでだいたいこういう症状が出るからその時にチェックしたいんだっていう方とか、まあ、他にも文字は変えれると思うんですけど、そういった感じで自分で調整したい場合は文字をね、ここ変えれるらしいので、変えるややこしいね、文字を変えてでショップで買えるらしいので、はい、そういった感じでこの体スタンプだけを購入っていうのもありかもしれません。詳しくはスタンプマルシェさんの方で検索していただけたらと思います。ただやっぱりこのスタンプのセットで販売している方が若干安くお求めできるかと思います。まあ、そこはね、またちょっといろいろと気になる方は見ていただけたらと思ってます。これが一つ目です、体スタンプで。二つ目いきます。はい、2つ目ソーダですね。ひとときさんで販売しているソーダっていうタイプのステッカータイプ、しかもそれの20ミリ幅のやつを私はよく愛用しています。これ何に使ってるかっていうと、こちらのほぼ日オリジナルでよく出ると思うんですけど、こういった感じでこのマンスリー部分のところ、チャンネル登録者数とか、あとツイッター、インスタの、フォロワー数を記入してるんですね。
なんですけど、こういうふうに、まあ、最初の方はやってなかったんで空白があったりするんですけど、インメイティングルームの収録をしていない日ってこういう風に空白ができちゃうんですよね。ってなった時になんかちょっと寂しいなと思ったんで、8月ぐらいからだったかな、そうだね、8月ぐらいから本格的にやったんだと思うんですけど、こんな感じでひとときさんで販売しているソーダのステッカータイプ、こちらをね貼っています、この空白のところに、まあ、自分が書かなかった日やらなかった日の時に貼ってますね。でこれがね、さっき20ミリ幅って言ったんですけど、ちょうどね この高さ、まあ、あのこの横もですけど、このステッカータイプだとちょうど埋まるんですよ。20ミリだと。30ミリとかもね可愛いの多いですよね。あれだとねはみ出ます。高さがねこれより大きくなっちゃって、あのはみ出しちゃうので、なのでもしこういう風に、まあ、私はここチャンネル登録者数を書いているんですけど、他にも予定を管理している方、このマンスリーでほぼ日のオリジナルでとかだったりしたら、予定がない日に貼るっていうのもありかもしれないし、とりあえずなんかあの書き込まない日に空白の代わりにシールを貼ってみるのもいいかなと思って、私はこういう使い方をしています。で今月からはこっちのこのシリーズを使っています。またこれがねどんどん埋まっていくと思うんですけど、楽しみですね。っていった感じで、あってよかったなと思ったもの、2つ目はソーダのステッカータイプの20ミリ幅、はい、こちらですね、ひとときさんで販売しています。最近だったらロフトとかハンズとか、あと文具生活とかかな、はい、そういったとこでも買えるので、通販じゃなくても近くの文房具屋さん行ってみたらあるかもしれないので、よかったら見てみてください。ということで、はい、こちらでした。次3つ目はこちらですね、アレックスハサミスリム140というタイプのハサミになっております。そう、ハサミなんですよ私、3つ目いやハサミね、まあ、そんなにいろんなものを使ってきたわけではないけれど、この人生の中で、だけどねこのスリムタイプすごくいいです。特にねこまっこまっとしたなんか紙物とか、例えばそうだな、ちょうど最近ね視聴者の方が、あのジジイなテレビマンっていう我々とね、仲良くしてくださってるチャンネルの方、こちらがねチャンネル登録者数が祝1000人いったということで、こういったネットプリントできるデザインをね作ってくださったんですよ。でこれ今シール紙で印刷している状態なんですけど、最近多くないですか、ネットプリントで配布するなんかシールになるよとか、そうやって配布してくださる方で、こう例えば今回だったらこの細々としたねシールとかも、カッターね使うのがね一番いいと思うんですよ。こういうまっすぐな線のデザインはカッター使うのが無難かなと思うんですけど、いやめんどくさいと。だってカッターって使うのに、カッターのね台っていうか、カッターマットか、カッターマットと定規とカッター用意しないといけないじゃないですか。いやそれめんどくさいしスペースないわってなった時に、さっとやっぱ切れるってなるとハサミじゃないですか。でこのハサミがね、あまあね私そんな器用じゃないのであれなんですけど、ただねそんな不器用な私でもねこれね切りやすい、なんでかわかんないけどね切りやすいんですよ。特にこういうちっちゃいやつ、なんか普通のハサミだとね切りたい場所との誤差が生じるみたいな感覚ありませんか。これはねそのね誤差がね比較的少ないく感じるから、なんかすごくね私は切りやすいと思うんですよね。こんな感じで、まあ、これは器用不器用があると思うのでさじ加減ですけど、あとねこの円とかもね難しいんだよね。ちょっとざっくりとこういった可愛い円形のやつとか、これもねもちろんハサミをね使い慣れてる使い慣れてないはね差はあると思いますよ、あると思うけれども、やっぱ丸って緊張するね。だし私がそんなに器用じゃないから、これの良さをねあまり表現しきれてない部分はねあるのがね本当申し訳ない。水玉さんのライブとか行ってください。水玉さんだったらめちゃくちゃね綺麗にね切ったりしてると思うから。だし私も水玉さんからこのハサミの存在知ったので、謎の安心感があって購入しました。よいしょ、あー結構切っちゃった、ひーまあいいや。はい、そういった感じでね、ステッカーとか、まあ、細々とした紙物とかをね、手帳とかに貼りたいなっていう時に、結構使えるんじゃないかなと思って今回紹介させていただきました。こちら、アレックスハサミスリム140、林刃物株式会社さんが出しているものです。ということで、こちらが3つ目でした。次、4つ目。4つ目は、トラベラーズノートブラスクリップ、トラベラーズファクトリーが出しているものですね。まず言っておきますと、ブラスが苦手な方はまあ無理ですよねっていう話ですだけどねこれね、
それがブラスが嫌じゃない人にとってはこれ何がいいかっていうと、まあ、かっこいいのはもちろんあるんですよ。見た目まずかっこいい、それ第一。あの持ち物ってね、やっぱ見た目いいとテンション上がるじゃないですか。あ、私は上がるんですよ。そう、上がるんですけど、例えば最近だったらこの糸とじ系で、管理していることもあったりするんですけど、このね糸とじ系でちょっとねフラットにならない時とかあったりして、なんなら使い立て最初のページとかだったりするとこうちょっとね浮くんですよね。これが嫌だなっていう時にこの端の方をねこうやって押さえてあげると重さでね開いてくれるっていう、これ地味に便利ですよ。本当にあるかないかで全然違う。なので、トラベラーズノートを使ってない人でも糸とじとか使っている方で、あのフラットに開きにくいなっていう人だったらなおいいなと思います。そうなんですよ、これね浮くとき最初の使い立てのノートとか、あのここ最近だったらね多分新しく変えたノート使ってる人多いんじゃないかなと思うので、そういった方にもねおすすめだと思います。まあ、あとクリップとしても優秀ですし、こうやって挟んでおくだけでもうこれかっこよくない？これでもうかっこいいもん。あとね、ゲーシーがね使ってたやり方なんですけど、しおり代わりにしちゃう。すぐ開けたいページのところを、ここがすぐ開けたいところだとしたらもうそこに挟んでおいてでこうするみたいな使い方もあるみたいです。ゲーシーありがとう。ちょっとあの今さらっと言わせていただきましたっていった感じで、プラスクリップ、ただね独特のその触った時に残る、言ったら10円玉とか触って手に残るああいう感じですよね。私も最初苦手だったんですけど、でもだんだんとねこの変化していく感じがねすごくいいなと思って、でこれ比べてもらうと分かると思うんですけど、こっちが最近比較的最近購入した方のブラスクリップです。でこっちはもう何年前、多分 2,3 年前かなぐらいにはなると思うんですけどに購入したもので、こういった感じでねもう変化していくんですよ。これがまたいいですよね。触ったところからどんどんと変化していく感じ。なので経年変化好きな方にはおすすめかなと思います。じゃなかったらね、他にもあのクリップってたくさん種類あると思うので、そういうのを活用するのもいいかなと思うんですけど、ただかっこよさとかね、このね、重さ、いい感じの重さとか、そう。なので私は動画内に出てくるのは少ないかもしれないんですけど、日記とかあの日常的にノートとか書いて使うってなってる時にはこれ使ったりしています。助かってます。ということでこちらが4つ目でした。次5つ目いきます。残りのね2つもねちょっとブラスクリップと同じような感じなんですけど、はい、動画内にはあまり出てないけど地味に使っているやつ、カドマル。いやこれこそねあのもう大体の人持ってるんじゃないかなって思うぐらい偏見ですけどなんですけど、まあ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 一応紹介させてください。こちらカドマルですね、サンスターブングさんが出しているカドマルプロです。でこれはね3つの大きさが選べます。角のね SML と大きさが選べて、で S になるほどその半径っていうのかな、まあ、切れる部分の角の角度がより鋭利に近い感じになりますね。これね、システム手帳ユーザーの方も糸とじユーザーの方もいいんじゃないかなと思ってて、システム手帳だったらあの自分でディバイダーしおりというか、まあ、間に挟むもの自作したりとかもしてるかもしれない。角丸くするのにそんなにこだわりないよっていう人はもう角っちのままね作ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、ただやっぱりねあの角がね丸いとね何がいいかって痛くない。これあの無印のノート 5mm 方眼 A6 サイズなんですけど、これねわざわざ切ったんですよ角丸で。でこれは L サイズでカットした状態のノート 5mm 方眼ですね。まあ、無印のこれ使ったことある人はわかるかもしれないんですけど、角が結構硬くて痛いんですよね表紙。そうしっかりしてるんだけど、だけどこれもねあの最初はちょっと戸惑うかもしれないんですけど、コツさえ掴んだらこれぐらいの紙の厚さだったらなんとか、カットすることができました。で中ももちろん表紙に合わせてなのでもう直角だったんですけど、一つずつ切ってって、でこれはねもう本当にストレスがね全然違う。角が丸いかどうかだけで、分厚い糸とじ使ってる人に言うのは酷かもしれないけど、ちょっと今これ試しに使っている糸とじ30枚の、ページくらいしかないこういったタイプだったら、まあ何分くらいかな、そんなにかからないですよ。5分10分もかからないよね。もうパチンパチンパチンって、切っていくだけなので、まあ、それでこういう風にちょっとでもストレスがね、減る感じに加工するっていうのもありかなと思うので、なので、
システム手帳でディバイダーとか自作する人も角がね丸い方がいいっていう人少なからずいると思うので、そういう人は持ってるだろうけど、今後そういう風に加工したいねっていう人にもおすすめですし、こういったちょっと薄めのノート、角がね硬いとちょっと気になるなっていう人にもおすすめっていう感じですね。なのでシステム手帳使いの人にも糸とじ使いの人にもおすすめの一つとなっております。かとまるさんお世話になってます。はい、ということでこちらが5つ目でした。ラスト6つ目いきます。はい、6つ目、こちらはですねテープライター、ダイモって皆さん言うのかな、調べてみたらダイモ販売株式会社さんが出しているテープライターなんですけど、これねどういうやつかっていうと、初めて見た人ももしかしたらいるかもしれないのでちょっと作ってみますね。こういう風に今ガシガシ回してるんですけど、アルファベット A から Z までと、あと数字が1から9まで、これの場合ねローマ字の O と数字の0は一緒になっていますということで、まあ今ちょっとフリーっていう文字を打とうとしているんですけど、今フリーっていう文字を打ってでカットしようと思ったら、このハサミマークのところを私の場合ですけど一回軽くハサミマークのところに合わせてカチッてやって、でもう一回目の時に強くよいしょ、今カチッて打ったんですけど、はい、これでカットできるっていう状態です。こんな感じでエンボスタイプのラベルが作れるんですね。ここがねボコッとしてるんですよ。触ってみたらわかるんですけど、ちょっと動画だとわかりにくいかな。でこれをちょっと剥がします。はい、こんな感じでね、まあ、ラベルシールが作れるという代物でございます。ラベルシールって言ったらキングジムさんが出しているテープライターとか、そこら辺が主流っちゃ主流なのかもしれないんですけど、認識としての。でもこれはね打てるものは限られるしっていうのはあるんですけど、こういったシンプルなデザインと、あと価格ですね、価格がねやっぱね3000円もしないんじゃないかな確かこちら。なのでそういった価格の安さとか手軽さかな、手軽さっていう部分で言うとこのテープライターすごくいいなと思ってます。でちょっとね横でも、あー分からんかな、ここがねボコってなってるんですよ触ったらね。こういうねエンボス加工っていうのがね好きな人には刺さるんじゃないかなと思ってます。逆にそういうボコっとしたの苦手だわっていう人は控えた方がいいと思います。それだったらキングジムさんが出しているテープライターを使った方が断然いいと思うのでっていうぐらいかな。違いとしてはそう価格とか手軽さとか、まあ、文字の種類の、まあ、制約はあるかなとか、まあ、いろいろメリットデメリットはあるんですけど、でも最初ねこういったちょっとした加工、これは糸とじの方に貼りましたけど、今回はさっきもチラッと言ってたシステム手帳のディバイダーとか、ああいうものを作る時に私だったら、まあ、YouTube 用の項目を作りたいからっていうので区切るためのデバイダーを作った時は YouTube ってやったりとか、あとウィッシュリストを挟みたかったらウィッシュリストって書いたりとかして貼ったりもできてたので、そういった使い方、気軽な使い方ができるかなと思うのでこれもおすすめです。はい、といった感じで今回はね私が普段使っていていいなと思ったもの、手帳活とかね手帳タイムとかにあるといいなと思ったものを紹介させていただきました。ということで、こちらの動画が少しでもね良かったよとか参考になったよという方いらっしゃいましたら、チャンネル登録あと高評価とか押していただけますと励みになりますのでよろしくお願いいたします。ハッシュタグイマルミンというのがございまして、ツイッターとかインスタグラムとか、ツイッターが見れる率が多いかな、はい、そういったので皆さん交流したりとか共有したりとかしていますので、気になる方はハッシュタグイマルミンで検索していただいて、共有交流とかしていただけたらいいなと思っております。あとですねサブスクリプションが2種類ほどあります。これは概要欄の方に貼っておりますのでそちらをご覧いただけたらなと思っております。はい、といった感じでちょっとまだまだね、手帳会議真っ只中でいろいろと使い方模索中ではあるんですけど、今回もねちらっと出てきたこちらとかね、これもまた紹介できたらいいんですが、はい、こういった感じで今はとりあえず糸とじ使ってるかなぐらいな感じで見ていただけたらと思います。そろそろ決めたいね、ずっと言ってるけどそろそろ決めたいねまあまた手帳会議落ち着きましたら動画にしたいと思っております。ということで、ここまで見ていただきありがとうございました。ではではまた。
背筋を押す。